イストチニ・モスタルは、ボスニア・ヘルツェゴビナのスルプスカ共和国を構成する、基礎自治体。トレビニエ地方に属する。かつては、スルプスキ・モスタルと呼ばれていたが、2004年に、ボスニア・ヘルツェゴビナの憲法裁判所によって、この名称は、憲法違反にあたるとして解消された。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争以前は、モスタル基礎自治体の一部であったが、紛争によって、 ボスニア・ヘルゼゴビナ連邦側の自治体モスタルと、スルプスカ共和国側のイストチニモスタルに分断された。イストチニモスタルとは、東、モスタルを意味し、ボスニア・ヘルゼゴビナ連邦側のモスタルの町の東部も、また東モスタルと呼ばれるが、スルプスカ共和国にあるイストチニモスタル自治体とは、異なる。イストチニモスタル自治体に含まれる存落は、GM リエのみであり、主に、 セルビア人が住み、人口はわずかに150人である。1991年の時点では、GM リエには153人が居住し、96人はセルビア人、57人はムスリム人であった。ありがとうございます。